皆さんこんにちは、校長です。中瀬です。はい、というわけでもうね、年の瀬を迎えてまいりました。はい、はい、2020年皆さんお疲れ様でした。中瀬さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあお疲れ様と言いつつ、ちょっと12月の半ばぐらいに撮ってるんですけど、そうですね、まあちょっとネタバレなんですけど、はい、まあ今年1年をね、まあ、振り返ってみようということで、はい、まあもう12月のね半ばなんで、まあ振り返りのタイミングとしてはいいかなと思いますので、今回動画にさせていただきます。まあ今日は別になんか教育業界の裏話とか、なんかめちゃめちゃ効率のいい勉強法とか、参考書レビューとか、そういったものは飛び出してこないので、まあキャスレス TV が、まあ、この1年どうだったかっていうのを、まあ、知りたい人、見たい人、まあずっと見てくれた人もいると思うので、まあ、振り返りたい人、ぜひねご視聴いただければと思います。まあね、中瀬さんからすると、まあ、今年の4月、5月、そうです、5月ぐらいですかね、から加入いただいて、はい、まあでも半年過ぎてるわけですよね、もうね。そうですね、はい、もうどうですか。そうですね、まあでも今年やっぱり自分自身の話だけで言うと、うん、医学部に入ったりとか、こうやってお仕事始めさせていただいたりとかで、うん、もう本当に激動って感じで、うん、気づいたら6ヶ月経ったみたいな感じですかね。はい、そうですね。いや、僕らもでもそうですよ、はい、それこそその中橋さんは、僕が塾を立ち上げる瞬間にその来てくださった講師の方でもあるので、はい、まあその別に変な意味じゃなくて、そのうちの個別指導塾キャスダイスという歴史は中橋さんと同じの付き合いと同じ歴史なので、まあでもね、一応やってこられてるなということで、あ、でも良かったです、本当に。いや、本当良かったです。なんか本当に、なんていうのかな、コロナで一時本当にどうなるかと思ったんで、中谷さんと会う時にはもうね、もう切り替えてちょっとやっていこうって気持ちで、先生とか募集してましたけど、まあね、それまで3月とか、それこそあれなんですよ、本当ここだけの話ですけど、まあ、ここだけって YouTube 全世界に流してるんだけど、去年ですね、3月の10日にオフ会をやったんですよ。はい、でまあ、毎年3月10日にオフ会をやってて、はい、まあ、東大とか国立の前期の合格発表日で、はい、まあ、かつ、まあ、私立の入試もある程度終わってて、うん、まあ、時間もある人もいるということで、まあ、別にもちろん社会人の方も参加 OK なんですけど、まあ、オフ会やって、そうするとこう、ね、大学受験終わりましたってことか、うん、まあ、そういう子も来てくれるようなオフ会をやってて、で今年は、ね、神田っていう場所で、うん、まあ、やったんですけど、まあ、そこでね、すごく盛り上がって、僕も楽しかったし、いろんな人と話せてよかったなと思ったんですけど、まあ、その日なんですよ、はい、その日に実はね、裏で社員から電話が来てまして、はい、案件なくなりますって電話が来て、そうだ、あの日僕多分普通に多分振る舞ってたし、多分来てくださった参加者の方は多分何も気づかなかったと思うんですけど、はい、裏でやべえことが起きてました、うちの会社的に。いや、そうだったんですね。そうですね。ちょっとね、僕15分ぐらい、会場から出て、電話してるタイミングがあって、まあ、多分、皆さん気づいてなかったかもしれないけど、そうなんです、ちょっとね、そんなことがあったっすね。あったんです。はい。で、どうしようかって言って。で、まあ、その日は、高橋さんにもね、来てもらってたんで、はい、ちらっと話して、おマジかと。おマジかと。いうことで、まあ、ちょっとじゃあ考えましょうね、っていうことで、まあ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 。3月からいろいろね、こうね、策を練ってたという感じですね。はい、そんな大変なことが、はい、裏で。なので今年はね、そういうやばいニュースなく、またね、年明けに、まあ、3月ぐらいですかね、はい、オフ会やりたいななんていうふうに思ってます。そうですね、ちょっとね、3月10日にできるか分かんないですよね、はい、僕らもう塾屋さんになっちゃったので、うん、3月10日合格確認をしないといけない。そうですね、はい、不正ではない、ちゃんとしたやつ、サンドセット、ちゃんとしたやつ、そうそうそう、はい、今年そういうニュースもありましたから、はい、ちゃんとしたやつ、ちゃんと集計というかね、はい、まあ、生徒が別にそんな多いわけじゃないから集計作業はかかんないですけど、はい、まあ、連絡とかね、取っていかないといけないので、うん、まあそういったところをやるってこともありますし、まあ、まあ塾としてはでもね、まあ、非常に順調なのかどうなのか分かんないんですけど、うん、なんか周りの友人とかはすごいねって言ってくれるんですけど、ただ自分の実感がないんですよね。まあ、なんかオンラインの塾という形態がいまいち、なんですかね、つかめてない部分も正直あるというか、うん、人数の入り方とかがあるし、そうです、そうそうそう、だからこれぐらいこう来てくれてる人数がどうなんだっていうのが、うん、まあ、あって、今まあ40、50人ぐらいの間なんですけど、はい、まあ、この集まり具合が本当にすごいのかどうかっていうのはちょっとわからないですが、うん、まあ、ただ少しずついろんなことが、まあ、できるようになってきているので、まあ、すごくいいし、社内としても、まあ、本当に中井さんに入ってもらった瞬間とかは、はい、まあ、言い方悪いですけど、何もなくて、とりあえず指導しましょうみたいな、マンパワーみたいな感じですけど、ね、はい、まあ、あとマニュアルを作ったりとか、まあ、あとは一緒に、そうですね、まあ、皆さんはちょっと見られないんですけど、内部用の、その限定された人しかアクセスできないサイトで、はい、いろいろこう参考書ルート、ね、社内のやつを作ったりとか、はい、まあ、一部英語とかは、ちょっと
内部と違うんですけど、まあ、大体一緒なんで、あのメインチャンネルで動画にしたりとかしてますけど、うん、まあ、若干違うんですよ、内部であるものと、うん、まあ、そういったものとかを作ったりとかさせてもらったりとかして、うん、まあ、だんだんこういろいろ増えてきたんで、そうですね、はい、まあ、でもそうですね、今年本当に、まあ、良かったです、僕は。いや、僕も本当良かった、生き延びて良かった、本当に。うん、いやだからね、もしかしたらですけど、はい、変な話ですけど、このタイミングで、あのキャストダイス個別指導塾じゃなくて、そもそも株式会社キャストダイスは、うん、あの本音を持ってあのみたいな動画を撮らなきゃいけないかもしれなかった。そうなってたら僕も生活できてないんで。いやいやいや、もう本当マジでね、はい、大変なことだったなと思いますが、はい、まあまあ、でも会社全体のことはいいとして、まあでも YouTube の話皆さん聞きたいと思いますので、はいはい、まずね、 YouTube はあの今年ですね、より再生された動画何なんだと知りたい方いると思いますので、はい、あの紹介していきたいと思います。はい、で、まあ、ちょっとスマホで調べたんで、あの再生回数じゃなくて再生時間。ああ、なるほど。あの総再生時間ね。はい、だから例えば3分で100再生より5分で、あの80再生の方が多くなります。うんうん、なるほど、なるほど。っていうと、今年一番何だと思います？まあ、クイズです。今年一番ですか？はい。まあ、言われれば、あ、なるほどみたいな感じなんですけど。ああ、そうですね。はい。なんですかね、なんか、うん、なんか労力でみたいなやつの、まあ、大学の最初のやつとかじゃないですね、はい、まあ、やっぱり早めに出してる動画の方がいいので、あ、まあ、そうですよね、はい、ですね、実は井上先生のリーチは無色透明の動画ですね。ああ、あれですね、はい、あれ、そうですね、あれ再生回数で言うと11万3700回とか言ってて、はい、総再生時間、はい、分になっちゃってるけど82万6586分よく分かんない、もう何時間かよく分かんないけど、分かんないですよ。でもね、それがもう1番で、あ、はい、そう、でも2番はですね、なんと中橋さんの動画です。本当ですか、はい、医学部ランキング、ああ、難易度と権力に差がある大学どこだ、はい、イカシカってやつですね、イカシカってやつ、はい、イカシカってやつですね、はい、これでも10万6000回なんで、ほぼまあ再生回数で言ったら井上先生と同じ、はい、ちょっと残念ですけどね、やっぱりコラボ頼みみたいな感じになっちゃう、コラボが1位になっちゃったっていう、まあまあ、はい、でも今までもそうだったんで、はい、はい、で次3番目実はこれも中橋さんです。あ、これでも僕なんかもう分かった気がします。なんですか？あの、なんかあれですよね、あの名前がみたいな、名前が、あの知名度ないけど、そうです、そうです、なんかあのいい大学みたいなですね、そうそうそう、知名度は低いが難しい大学の紹介、はい、これ10万再生でも、これまだあの公開して今日の時点でまだ20日ぐらいしか経ってないんですよ、はい、あ、そうなんですね、そうだから多分ヒット作という意味では多分これが一番ヒットです。あ、そうですか、はい、多分だからこれを365日回した時と他の動画ではもう日数が待ってる日数が全然違うんで、多分あのこの動画が多分一番のヒット、うん、でもこれめっちゃ伸びるって思ってました？いや、全然思ってないですよね。いや、結構なんかどうしようかぐらいの感じだったんですよね、企画の時は。そうです、はい、いやだから、まあ、別にいいけどみたいな感じ、はい、いや、まさかそんなにみんなこれを求めてるとは思わなくてそうだ、僕の感覚もやっぱりずれちゃってたのかもしれないですけど、だからそれこそやっぱり動画って伸びる時に出したいから、はい、まあ、土曜日とか、うん、日曜日とかに強めの企画を持ってきがちなんですけど、それに対して水曜とか木曜なんですよ。これ確か月曜じゃないですか、なんかちょうど僕、なんかこんなこと言ったらバレますけど、うん、撮影の日に、はい、なんか俺伸びてるみたいな感じになった記憶があって、確かに出した瞬間に月曜日だったかもしれない、はい、そうそう、普通に平日出したんですよ、ね、普通の平日出したんですよね、はい、ですね、でしかも次の第4番目がですね、はい、あなたの成績が伸びない理由を本気で語りますっていう、はい、なんとですね、2年ぐらい前の動画がなぜか、そうなんですか、はい、こんな動画なんですけど、はいはい、僕が一人で語ってすげえ、はい、YouTube 初心者だったんで、はい、めっちゃ顔近いやつ、僕の顔はめっちゃ近いやつの動画ですね、ヒゲがまだ生えてらっしゃるというか、ね、9万くらい再生されて、はい、なんでこんな伸びたのかは分からないんですけどね、はい、うん、で次がまたこれ意外なんですけど、はい、法学部ならどの大学がおすすめ、ああ、なんか意外となんか後から来たやつですね、そう、後からガーって来て22万再生ぐらいになったんですけど、はい、これなんでこんな伸びるのか分かんないですよね、はい、そうで、ぶっちゃけ差し替えられるなら差し替えたいというかそのもうちょっと厳密なこと言えばよかったなって思ってます、ね、はい、でその次が、まあ、これもずっと伸びてるんですけど、はい、呼び乗り匠さんのコラボ動画ですね、これも27万8000回ぐらいまで再生回数が伸びてますので、はい、やっぱり再生時間だとやっぱり長く見られる、ずっと、ね、最後まで見てくれる動画がやっぱり上位に来やすいんで、うん、ですね、あとはまあ大学群とか、うん、まあ昔からある動画ですよね、はい、あとはまあ丸山くんの企画とか寺丸くんの企画とか、まあ、その辺ですね、大学群別の難易度とか、はい、ですね、なのでまあこんな辺がやっぱり今年も人気動画でしたね、はい、まあ、でもやっぱ今年はね、
意外とやっぱ再生回数がそこまで振るわなかった年なんですよ、はい、正直。まあでも去年のこの時期とかと見比べるとなんか、まあ、若干少ないなっていうのは。いや去年のこの時期よりはめっちゃ多いんですよ。あ、そうなんですね。すいません、はい、今ですね、ちょうどだから今これ12月の半ばなんですけど、はい、この瞬間、今のこの瞬間は、はい、キャストダイス TV のチャンネル全体としての再生回数は、はい、過去最高レベルに多いんですよ。あ、そうなんですね。そう、はい、でもちろん動画が増えてるからってこともあるんですけど、そうではなくてなぜか多いです。あ、そうなんですね、はい、なんか大体例年ですね、2月の半ばぐらいからめっちゃ増えて、3月いっぱいまでズゴーンって増えるんですよ。でそこからストンって落ちて、で4月からそれこそ12月ぐらいまでは同じような感じでいくんですよ。まあたまにちょっと増えたりとかもちろんその動画によってありますけど、はい、で12月の末からストンって下がるんですよ、はい、で1月全然ダメ で2月ぐらいから復帰してきて、2月の半ばぐらいから増えるみたいな。あ、そうなんですね。多分年末年始はやっぱテレビが強い。ありますね、はい、なのでテレビ見ちゃうっていうことと、やっぱり冬休みだったりすると、まあ、本当の受験生はやっぱり見てない子も多いでしょうから、うん、そうですね、まあ、別にそれはいいと思うんですよ。見なくていいと思うんですけど、まあ、そういったこともあって多分減ると思うんですが、うん、なのでですが、それこそ一番多かった年の3月ぐらいの再生回数なんですよ今。あ、そうなんですね。この瞬間、そうなんです、めちゃくちゃ多くて、はい、まあ、ヒット作が何本か生まれたんですけど、うん、それこそ中橋さんの動画とか、うん、でも個人的にはなんでこれがヒットしてたかよく分かんないですよっていうのもあって、はい、でぶっちゃけで言うと、ただこれ別にあれなんですけど、動画で言っていいのか分かんないんですけど、やっぱりね、僕らが1本いい動画を出すかどうかというよりは、はい、世の中全体の流れの方が大きいです。なるほど、はい、だから例えば僕、変な話ですけど、僕のチャンネル、うちのチャンネルが、うん、わーっていい時って、同じような、まああえて言わないですけど、皆さんイメージしてください。同じようなうちと似たような企画とか、うん、まあ、近しいジャンルの動画の方々、うん、皆さん伸びてます。ああ、なるほど、はい、やっぱり受験生がわって見るタイミングがたまたまその重なったりすると、うん、わって増えたりするんだろうし、そうですね、あとは例えばその特定のチャンネルが更新をやめると、うん、見るものがなくなるんで流れてきたりとか、はい、うん、まあ、逆、まあ、うちはもう毎日出し続けてるんで、うちから流れていくのもしかしたらかもしれない。新しい動画でなんか面白い人がいたりとか、うん、分かりやすい人がいたらうちからわーって流れてるかもしれないし、でも結局その大きな流れの方がでかいんで、うん、なんかこう、そう、僕としてはだから大事なことは目の前の、まあ、再生回数何万回とかっていうことよりは、まあ、毎日毎日なるべく参考になることを出していきたいなというのはこれからも変わらず、はい、やっていきたいですね。そう、今年だから10万再生のヒット作があんまなくて、そうですね、はい、ただなんか11月12月にポコポコポコって生まれてなんか復活したような感じがしますね、はい、うん、なかなかでもね、20万再生はね厳しい。そうですね、今年は厳しいですね、はい、いや来年も多分難しい。僕らのジャンルだと、うん、そうですね、はい、もうターゲット的に、はい、そうですよ、おいっぱいいらっしゃるから、うん、はい、なかなかうちのだけ見てってなかなか難しいから、本当に大物と、ね、コラボとかじゃない限りちょっと難しいかなと思ってるし、まあ、ただやっぱ再生回数だけじゃないと思うんですよ。やっぱり最近塾の方の話になっちゃうんですけど、問い合わせいただくと、その小場所さんの動画をいつも見てますみたいな、保護者の方から入塾の問い合わせとかいただくんですけど、はい、この前いただいた方なんかは、はい、なんかもうここ2年間ほぼ毎日見てますみたいな。ありがたいですね。そう、でもそれってありがたくて、まあ別にその方悪く言う意味ではなくて、まあ、ぶっちゃけ2年間毎日って見てない日もあると思うんですよそう、僕だって本当に好きな YouTuber いるけど、じゃあ本当に毎日かっていうと、今日は疲れたから寝て明日2本見ようみたいな。あ、あります、それはあるじゃないですか全然いいんですよ、それでいいと、それでいいと思うんですよ。それ当たり前で、YouTube そんな毎日縛られてそれで生きていくなんてちょっと変だと思うんで、まあ、もし本当に見てくださってるならめちゃくちゃ嬉しいけど、まあ、別に飛ばしたりとか見てないなって見てもんだけど、やっぱりそれって信頼関係で、ちゃんと定期的に動画出してるとか、ちゃんとこう受験に参考になることを出し続けてる、まあ、たまになんかネタみたいな企画もやりますけど、うん、まあ、そういうやっぱこう信頼関係の部分はやっぱり大きいんだなと思ってるから、うん、なんかまあ分かんないです、今後もしかしたら毎日投稿じゃなくなる日が来るかもしれないですけど、まあ、それはそれでちゃんと決めた曜日にちゃんと出すということは続けていきたいなと思います。はい、まあ、なかなかねこう皆さん忙しいので、ね、動画たくさん撮れるとは限らないんですけれども、まあ、僕自身も頑張って企画していきますので、ぜひ動画ご覧いただければと思います。はい、どうですか、でも中川さん、半年ぐらい YouTuber をやってみて、ね、まあ、YouTuber といっても、はい、まあ、企画をして喋るところまでぐらいだと思うので、そうですね、はい、まあ、なんていうのかな、ちょっとおいしいとこ取りみたいな感じではありますけど、そうですね、正直、はい、はい、僕みたいにね、半年間一人でずっと編集し続けたみたいな感じではないかそうですね、はい、ありがたい感じ、嫌味言ってるわけじゃないですけど、いやいやいや、ありがたいです、どうですか、その、で、なんか声かけられたりとか、いや、全然ないですね、ない、あ、そうですか、ないです、はい、
なんですけど、なんか、同級生の保護者さんとかにすごい顔を知られてるみたいなのありますね。同級生なんか中橋さんの同級生の保護者、あ、そうです、千葉大学医学部のその同期のお父さんお母さんがすげえこれ見てるよみたいな話をしてくださるというか、まあ、僕実はあの千葉大学医学部の1年生の、まあ、学年の代表生徒なんですよ、はい、すごいですよね、そうそう、本当すごい、いや、なんかそういうのでなんかあの名前を知られてるというか、はいはいはい、なんかやべえやつが一人いるぞみたいな話はなんか出てくること、やべえやつなんかよくわかんないですけど、やいや、なんかいい意味でも悪い意味でも、あ、いい悪い意味でわかんないですけど、年が、まあ、あれとか、ああ、そういうことね、そういうことね、うんうん、いやでもね、そうですよね、はい、なんかこう、まあ、その知名度をぜひ、まあ、はい、あとなんか高校時代のなんか全然知らない友達とかから連絡来たりとかはありますね。あ、なるほどですね、はい、そういうのありますよね、はい、なんかこう YouTube でだいたいなんかそう、見たことあるとか、ね、うん、だってなんかそれっぽいコメント最初の頃ありましたもん ね、 ありますね、 元生徒っぽいコメント、いや、もうなんか元大変だったんですよ、あれはなんかもうなんか僕がもともと勤務してた学校で流行って、うん、はい、ってしまったことがあってなんかインスタとかに載ってるよみたいなことをなんか知ってる生徒が教えてくれるみたいな、ね、あ、無断転載やめてくださいね、いや本当に、はい、まあ別にね、あの下からといってもうガンガン訴えるぞとかじゃないんだけど何かの時に皆さんが多分困ってしまうことになるので、うん、あまりね、法律に反することはやめた方がいいと思います、はいはい、でも乗っちゃったんですね、乗っちゃってましたね、えってことはでもじゃあ僕も乗ってるってことですか、そうですね、いや、マジか、なんかしかも職員室でも流行ってるよとか言われてどうしようって感じですよね、まあそうですよね、はい、でもね、そういうのはあると思います、はい、でもなんか僕は YouTube やっててよかったなって思って、まあ、いろんな場面で思うんですけど、うん、はい、1個思ったのはなかなかちょっと、まあ、祖父とかと会えない時に、うん、なんかたまに見てるらしくて、あ、なんか元気、まあ、一応なんかよくわからない、なんかこう太っちゃったけど、まあ一応生きてるよ、元気だよってことはこう画面越しに伝えられてるのはいいことかなみたいな、あ、そう、僕実はね、家族一員誰にもバレてないんですよ、まだ。え、マジっすか？まだ、はい。YouTube あんまり見ない？見ないんですよ、全員。あ、なるほど。僕はですね、はい、家族に言ってなかったんですけど、はい、当の昔にバレまして、あ、そう、はい、親戚経由でバレました、ね、あ、そうなんですね、はい、親戚が見つけて、はい、その田舎コミュニティみたいな早いやつでバーって言って、確かに、はい、いや、そうですよ、僕もなんか中1のいとこがいるんで、そいつはちょっとそろそろやばいかなと思ってます、ね、まあでも別に恥ずかしいことやってるわけじゃないですからね、はい、うん、なんかいいと思いますよ、はい、でもやっぱりね、こういろんな人に見てもらえるということはもちろんそのなんか、うん、まあ、リスクというかそういうのもあると思うんですけど、多分本当にこうなかなかできないことではあるので、うんうん、っていうのと、あとね、みんな忘れるのはすぐなんですよ、そうですね、覚えてもらうには時間かかるんだけど忘れるのはすぐなんで、はい、そう、僕なんかもう3年ぐらいやってて YouTube、うんうん、まあ忘れされる日もあるんだろうなとは思いながらやってるんで、そんなに、はい、迷惑系 YouTuber とかじゃなければそうですいいんじゃないかなと思いますよ、はい、うん、まあ、本当にね、こういろんな人に見てもらえて嬉しいなと思いますし、うん、はい、まあ、でもどうだろう、最近道端で声かけれる回数は僕は減りましたね、うん、あ、そうですか、はい、一時期すごい多かったんですけど、昔それこそタクシーのうんちゃんにまで声かけるってこと、すごい、そう、なんか乗ったら、あ、小林さんいつも動画見てます、いや、マジやめてくれみたいな、たまちょっとすごく行きにくいところに行かなきゃいけなくて、その家にちょっとタクシー呼んでそこから移動したんですけど、はい、もう家バレてんじゃねえかみたいな嫌ですね、ちょっとそれは、そう、いや、まあさすがにね、もう守秘義務がありますから、そういう自宅バレみたいなのはなかったですけど、まあまあまあね、そういうこともあったということで、はいはい、まあまあまあちょっとね、雑談も多かったですけど、まあ、今年はこんな感じでキャスト TV1 年を終わることができました、はい、まあ、もしかしたらまた別途ライブ配信とかで、うん、僕が自宅からなんか振り返りライブみたいにやるかもしれないし、はい、やらないかもしれないですけど、まあ、ちょっと仕事の忙しさ次第でということで、まあ、皆さんもね、ぜひ、まあ、来年もまた何て言うかな、キャスト TV を見るっていうのもまあやっていただきたいですけど、やっぱり勉強するとか、うん、何かこう資格試験でも努力をするとか、まあ、いろんな世代の方が特にこのサブチャンネルを見てくださっているので、まあ、こう目標を決めてそれに向かってぜひ頑張ってほしいなと思います。やっぱりこう年明けると皆さん目標を決めるんですけど、大体まあ1週間ぐらいで忘れるじゃないですか。そうですね、やっぱりもう継続し続けることが僕は大事だと思っていて、そう、僕はなるべくそれをきちんと継続して生きているつもりなんですけど、うん、はい、だから YouTube 始めた次の年は今年1年間は絶対に YouTube やめないって言ってやめないで やり続けたら登録者がね1000人1万人になってよかったなってことあったんで、皆さんもぜひね継続は力なりということで頑張っていただければと思います。はい、ちょっと偉そうな話で申し訳ございませんでしたが、以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。